陰謀、未確認生物、神秘、異次元、消えた大陸、ラーメン、地球、未確認飛行物体、都市伝説、黒魔法、おにぎり、秘密結社、プロフ、学科、宇宙人、月の裏側。このコーナーでは、世の中でまことしやかに語られているあの話をアリさんを招いて検証していきます。以前このコーナーでも紹介したディープネットですね、はい、ディープネットでまた最新の動きがあったということなので、うん、その辺の話を、お送りしていきたいと思いますけど、まあ、結構前ですよね、はい、そうですね、一番初期の頃にこのディープネットっていうのをピックアップしたので、うん、ディープネットっていうのは何ぞやっていうのを改めてアリさんの方から説明していただけないでしょう、うん、まあ、普通にこう PC を使ってて皆さん通常のこうサーチエンジン、例えば、Yahoo とか Google とかをこう使っておられると思うんですが、この Yahoo とか Google といったサーチエンジンを使ってその検索をするとですね、まあ、例えると広大な海の上にネットをこうポッてこう広げて、うん、表面の魚をこう取るぐらいの感じだそうです。なるほど。実際のそのインターネット上の情報というのは深いところにこう Yahoo とか Google といった一般的なサーチエンジンでは引っかからないような、様々な情報がいっぱい埋まっていまして、1997年の時点でこのブライトプラネット社というそのインターネットを調査している会社が、調査したところ、だいたい表面の、普通の人がこう引き出せる情報の4000倍から5000倍の情報がインターネットにはあるというふうにこう推測されていたんですね、うん、今はこれの何億倍というふうに広がっています、ですから、果てしなく、深いところにいろんな情報がインターネットは広がっているそうなんですね。でこれを引き出すためにですね、オニオンルーターというものがあるんですね。これも以前お話ししましたが、うん、まあ、要は普通のプログラムなんです。これ僕もやってみたんですが、アメリカの海軍がもともと開発したもので、このオニオンルーターっていうものを使うと、誰も要はあなたが使っている PC の IP アドレス、どこにいるかとか、どこからアクセスしてる、どのサーバーからアクセスしてるか誰も見えなくなると、うん、そして非常に深いところに、インターネットの深いところに入ることができるんですね、うん、ウィキリークスという組織がありますね、これは内部告発組織とでも言いましょうかね、要はウィキリークスがやってることは、政治的に弾圧されてる人たちが安全に内部告発をできるように、そのウィキリークスのホームページで、このオニオンルーターっていうのをダウンロードできるように していたんですね。で僕もその話を読んで、このディープネットの話を読んで本当なのかなと思って、うんうん、まあ、今から4年ぐらい前の話なんですが、このオニオンルーターっていうのを、全然僕コンピューター詳しくないんですが、ダウンロードしてみました。簡単にインストールできました。できるんだ。簡単にもうすぐできました、うん、でそれを使ってそのディープネットの中入ってみたんですが、とんでもない世界が広がっていましたとんでもない世界ってどういうことかっていうと、まあ、あらゆるギャンブルとか、そして薬物の販売、ハッカーの要は依頼ができる、何でもハッキングしますよみたいな、そういうこうお店が広がっているような感じですね。でこのディープネットの中で使われている通貨がビットコインだったんです。普通の通貨ではなくて、誰にもバレないような通貨、ビットコインが使われていたんです。まあ当然そんな中クレジットカードを、まあそうですよね、すぐバレちゃうから出すわけにはいかないのですぐお前だって分かっちゃう。だからその通貨もスペシャル通貨、そうです、で今じゃあもうビットコインはもう表面まで出てきちゃって、普通に取引されてから、すごく僕はびっくりしているんですけど、これずっと秘密のものになってると思った。まあ4年経つといろいろ世の中も変わるわけですよね。でまあそれがそのディープネットの世界なんですが、今月の3日にですね、ドイツのメディアがそのオニオンルーター、さっき話したそのウィキリークスのところから簡単にダウンロードできるそのオニオンルーターとか、あとトールというんですが、そういうこう誰にも見えないような暗号ソフトを検索しただけで自動的にアメリカの NSA、 まあ要は国家の秘密を守る、政府機関なんですが、まあ、NSA が自動的に過激派としてマークするっていうことが分かったんですね。これどういうことかというと、X キースコアというアメリカが秘密裏に行っていた、
システムプログラムがエドワード・スノーデンという、まあ、スパイがですね、内部告発をしまして、うん、こういうものを実は NSA は使っているんですよっていうことを暴露したんですね。でこの X キースコアってものすごい強力なプログラムで世界中のこうネットワークとつながっていて誰の PC にでもこう入り込めて例えばジョーさんの PC の中の全てのファイルを見ることができる、メールも全部見ることができる、もっと言うとラップトップを例えば持っていてここからどっか他に移動したとしたならばどこにジョーさんがいるかも全部見えるという強力なシステムを持っていることを暴露しました。これ随分 NHK なんかでも1時間ぐらいにわたって特集をこう組んでいたりとかして、あの日本でも随分話題になったんですが、その X キースコアというプログラムの中にあるルールが存在することが今回分かったんです。そのルールというのはこのトールやオニオンルーターというものを検索しただけで、その検索した PC から要はその人を過激派として認定してすぐ全部の情報を抜くということがこう分かったんです。でこれはどういうことかというと、要はそのオニオンルーターやトールというのはあの NSA アメリカのその最高のそののこうスパイ組織をもってしても破れないんですね。なのでこれをインストールされる前にすぐ誰なのか、誰がこう検索してどういうふうに興味を持って IP アドレスを全部こう抜き取るっていうの、これがもう要するに誰かがそれをやってるんじゃなくて自動的にそういうシステムになってるということが分かったわけです。結局そのオニオンルーターを使って裏に入っちゃったらもう見えなくなっちゃう、 CIA だの NSA だの FBI だの、うん、見れなくなるので、その前に、 ってことなんですね。もうこいつをもうブラックリストに乗っけちゃえ、扉に手をかけた瞬間にってことなんですよね、自動的にブラックリストに乗るそうです。じゃあアリさん乗ってるってこと？わかんない。いやバリバリでしょ、だってオニオンルーターダウンロードしたら、もうダウンロードしたから完全に乗ってるねえ、もうすぐねアメリカ行くんですよ。その時に空港でどういう扱いを受けるかでこれ分かるなと、多分入れないよきっと。ちなみに前だから話したと思いますが、僕はそのオニオンルーター使って、うん、まあ、素人ながらそのディープネットをうろうろしてたらコンピューター壊れました。やっぱりな。壊れた、まあ、YouTube でそのまあ、あのアリから聞いたときにその説明 の YouTube がなんか があってですね、それを見たんですけど、 あれなんですよね、ものすごい映像が出てくるわけですよね、うん、だから本当にこれは、まあ、ここは真面目な話、臓器売買とか、うん、そうですね、そういうこともいろいろものすごいまあ、ひどい環境なので、もうショッキング、とんでもない世界です。ディープネットね、ディープウェブは絶対これ、うん、そのディープネットの方にまあ行く場合はそれは覚悟をして、見てくださいねみたいな説明がありましたけど、まあ、結局コンピューター詳しい人じゃないと、うん、本当にすぐハッカーにやられちゃう、 NSA にやられなくても、要はコンピューターに詳しいハッカーがいっぱいうよよしてるから、クレジット情報盗まれたりとか非常に危険なんで、素人の方はやらないでくださいということなんですが、そのオニオンルーターを使うのそのディープネットに行くだけではなくて秘密裏に要はその内部告発をするために、使っていらっしゃる方たちもたくさんいるんで、そういう人たちを守るためのものでもあるんですね。要はアメリカ政府は例えばその自分たちに都合の悪いようなことを言う人たちは潰すんですが、どういう潰し方をするかというと社会的な信用を落とすんです、例えばですよ、例えばジョーさんがなんかアメリカ政府にとってなんか不都合なことをローリングストーン誌でこう言い始めると、ジョーさんのコンピューターに例えば一つのやり方ですが幼児ポルノを埋め込みます。そして警察にリークします。そしてジョーさんは捕まります、うん、そうすると社会的信用も失って、なかなか仕事もこう取れないの、そういうやり方をするというふうに、ウィキリークスなどは言っています、うん、まあ、だから実際にその先ほど言ってた多分プログラムですよね、うん、プログラムはもう どこに、うん、どこにいても要は見覚えのない、要はジョーさんのパソコンの中も見れると同時に外部からジョーのパソコンに何でも入れることができるわけで、あなたが知らないうちにボンって入れたりとか、まあ、前にも話した通り全パソコンにカメラがついてるのもそれも自動でもうつけます。パソコンがの電源が切れていても
結局パソコンっていうのはあの電源切ってまたつけると時計っていうのは必ず確実に同じ時間じゃないですか、うんうんはい、で これは要は 何かというとパソコンの電源を落としても必ずあの電池で動いてるわけですよね、あの時計とかなんか。だから同じように電源を落としていても外からこのカメラを操作することができるらしいですからね、ええ、なのであの決してあっても安全ではないというふうに言われてますからね。まあ、ちなみにそれを防ぐ方法としてそのカメラのところに、まあ、ちょっとテープを貼るだけで、まあ、すっごいアナログなんですけど見えないんですよ向こうは。だからそれもまたマヌケだね。亀井小夜子さんはではテープ貼ってますよ。気になるのはそのディープの一番深いところディーペストには何があるとか言われてるっていうのはあるんですか、このネット裏ネット。どうなんでしょうかね。ディーペストですか、うんまあ、僕のコンピューター壊れちゃったんで、うん、ぜひ調査頑張っていや例えば2人の推測とかいわゆる陰謀界ではその一番深いところにはこういうものが眠ってるんじゃないかとかこういう取引がされてるんじゃないかみたいなのっていうのはあるんですか、憶測としては。まあ今は要はみんなその PC を使って、サーバー上にはさまざまな情報がこうあるわけなのでもうありとあらゆる情報がありますよね、うん、もちろんその大半っていうのはそのディープネットの中でもね大半っていうのはそのまあどうでもいいジャンクなんですよ。あのもう単純に Yahoo とかにこうあの突っかからないようにプログラムされてるものだけなんでどうでもいいようなまあ、例えばモノラルのすげえ昔のブログとかもう貴重です。どうでもいいようなまあ分かんないですけどその昔のメールとか、まあ、そういうものが大半なんですけど、うんうん、まあ全ての情報がこうあるわけですがこの NSA がやろうとしているのは要はインターネット上の全部の情報全ての情報人類の全部の情報をアーカイブすることが彼らの目標なんですね。で、まあ、これの問題点っていうのは要はそこのこう法律もルールも何にも決まっていないから彼らはいつまでもそれをキープすることができるわけです。だまあ100年後わかんないですけどジョーさんの孫が何かした時にお前のおじいちゃんはどうのこうのとかなんかそういう話にも使われかねないっていうことが問題視されているわけで、でまたそのケーブルもあのこれも僕はそんなに詳しくないんですが全部その海中を通って全部 80% アメリカを経由しているんですね。そのケーブルに何か細工をしているっていうことを、エドワード・スノーデンはずっと言っているんですね、うん、あそこから情報がだ抜いてるんですって。そっからまあ、あとある陰謀説によると実はもうすでにか、まあ、ここ、近未来もうすでにそうかもしれない、もう人工知能が、うんコンピューターの中でも発達していて実は我々の世界はもう人間がコントロールしてない、もうコンピューターの中でもう人工知能 AI が我々人間をコントロールしてるのではないかというふうにも言われてますよ、うん、だもうそこまでもコンピューター行っちゃってるみたいな、まあ、いろんな考え方がありますし今本当その例えば、ボコハラムというねアフリカの方では、過激派たちがとんでもないことをやっている、中東の方では ISIS という、うん過激派組織が国家樹立まで行きましたね、うん、イスラミックステートというね、まあ、そして今話している中でもあのガザと、イスラエルでは、ミサイルが飛び交っている、こんな世界なわけですよ、ですから、まあ、そのアメリカが国防のために、そして当然その過激派と言われる人たち、テロリストと言われる人たちもインターネットを通じていろんなこう情報のやり取りをしているんで、表向きはそういう人たちから一般の人たちを守ろうということなんですが、うん、やはりその9115、2001年のアメリカは非常に変わったというふうに言われていまして、当時の NSA の、一番その敏腕の、暗号をこう解読するエンジニアはもうそれが嫌でやめているんですね。でスノーデンみたいにいろんな情報をピックアップしたわけじゃないんですが、彼はもういろいろ NSA はとんでもないと、完全にその憲法違反のことをやっているっていうことを告発していまして、まあ、それだけの数学者なのにどこにも仕事がないっていう、これは現実としてあります。でそこと戦ってんのがこれがまたこう面白いことにですね、ハッカーの人たちで、あのドイツの、あのハッカーなどが非常に強いと、まあ、そういった人たちがスノーデンをこう守っていたりアサンジを守っていたりしているというふうに言われているんですけど、アメリカ政府としては要は今もうデジタル戦争なので
ハッカーを雇いたいわけですよ、うんうん、一生懸命こう育てているんですけど、うんうん、自分たちがこう正式にこう育てたそのコンピューター技師たちでは間に合わない、やっぱストリートのハッカーの方がよっぽど腕がいいそうなんです。それを雇おうとしてるんですけど雇えないっていうね、なかなかね。